こんにちは、ゆっくり霊夢です。今回は広島県広島市安佐北区の散策、定備線の南側に広がる紅葉ニュータウンのうち、C19、倉掛地区を散策します。ゆっくり町散策チャンネル。C19入り口交差点にやってきました。紅葉ニュータウンのメインストリートである、片側2車線の紅葉中央通りが通っています。大きなガスタンクが目立ちますね。交差点から南へ進むと紅葉車庫バス停と、中国 JR バス紅葉車庫があります。紅葉車庫発の広島駅行きが坂道を登っていきました。紅葉車庫バス停には3カ所乗り場があって、JR バス車庫の出入り口前には、広港観光の白木、茨城町方面、広島交通の壁方面が停車。JR バス車庫前からは、中国 JR バスの広島バスセンター、広島駅方面が停車。紅葉 A 団地経由、諸木田を経由の2種類あるようですね。そういえば山口駅周辺の散策をした時に、中国 JR バス山口支店の近くにも JR B ハイツがあったなぁ。運転手さんの寮みたいなものなのかしら。坂道を登った場所には屋根付きの乗り場があって、広港観光の久村駅行き、広島交通の広島バスセンター、広島駅方面、緑方面、広島交通、広島バス共同運行の紅葉団地循環線などが停車。広島市中心部方面は諸木田を経由、紅葉 A 団地経由、紅葉 C 団地経由の大きく3ルートあるようですね。紅葉車庫バス停から東方向へ坂道を登っていくと、広島交通紅葉営業所があり、多くのバスがいます。一般路線用のオレンジ色の車両、広島空港リムジンバス用の紫色の車両、県内高速バス用の白色の車両など、様々な用途や年式の車両がいますね。広島交通は郊外方面の中、長距離路線が多いためか、ワインレッド色の背もたれが高い座席の車両が多く、他社に比べてグレードの高い内装となっていますよ。高台から中国 JR バス紅葉車庫を眺めています。広島交通に比べるとこじんまりとした車庫です。車庫の奥にはナンバーのない古めの車両がいました。641-5901号車という2005年式の車両だそうで、このまま廃車になるのかな。広島市中心部から紅葉ニュータウン方面のバスは、紅葉 A 団地、紅葉 B 団地、紅葉 C 団地といった行き先がありますが、そのうち A 団地、C 団地行きはそれぞれの団地を経由した後、紅葉車庫バス停が終点となっています。紅葉車庫バス停から西へ進み、こちらは倉掛交差点。紅葉車庫を出発した広島市中心部方面のバスは、A 団地経由は右折、C 団地経由は左折します。今回は C 団地の散策ということで交差点を左折、C 団地経由のバスはこのまま直進しますが、この動画では左折して倉掛3丁目に入りましょう。紅葉ニュータウンは1972年に造成が始まった大規模ニュータウンで、広島市郊外に造成されたニュータウンの中では最初期のもの。造成当時は中四国、九州では最大のニュータウンだったそうですよ。紅葉ニュータウンは A 19、B 19、C 19の大きく3つに分かれていて、今回散策する C 19は住所の倉掛にあたるエリア。C 19の倉掛には現在約3250人が暮らしています。A、B 19には県営住宅が多く立ち並んでいますが、C 19は戸建て住宅が整然と立ち並んでいて、紅葉ニュータウンの中では一番落ち着きのあるエリアです。散策した時は住宅の中からのちょっとした生活音と、虫の声以外の音はほとんどなかったですよ。わら、ショスタコ、という喫茶店があるようです。ショスタコ、ってどういう意味なのかしら。クリーン、クリーン、クリーン、新しそうなゴミのボックスです。この辺りは C 19の北端ということで、左側には山が迫っています。上り坂をしばらく歩いていくと、ミニ集会所、倉庫があって、フェンスの向こうには倉掛公園があります。高台には大きなグラウンドとテニスコートを備えていて、グラウンドを覗くと家族連れの方が多く遊んでいましたよ。この時は壁打ちテニスの音がよく聞こえました。久しぶりの壁打ちテニスは超疲れたわね。わら、倉掛公園から南西方向へしばらく進み、こちらで左折すると、リサイクルショップ、酒屋さんなどのお店が集まっています。頑張れカープ。奥に行くと鮮魚店、ヘアサロン、薬屋さんがあります。日曜日ということもあってお休みのお店が多かったです。2階は住居になっているのかな。築
あたりを右折すると、広島倉掛郵便局があります。C19 内にはスーパーやコンビニはなく、食料品や日用品の買い物は、北に約1キロ離れたアクロスプラザ紅葉のユアーズ、北に約 1.2 キロ離れた A19 内の富士グラン紅葉まで行く必要があり、自動車や自転車がないと買い物は不便を感じやすいかな。階段を登って高台に上がると倉掛鹿が見えて、倉掛陸橋を渡ると、A、B19 や八木方面の景色がよく見えます。陸橋近くには産婦人科もありますね。階段を降りて、C19、倉掛地区を南方向へ進みましょう。階段を降りると路線バスが通る道路です。カーブを通り過ぎると、倉掛公民館、倉掛児童館があって、倉掛公民館はホール、研修室、会議室などを備えます。お隣には広島市立倉掛小学校があって、倉掛、落合南6から9丁目などが通学区域となっています。C19 内に中学校はなく、倉掛小学校の児童は、A19 にある亀崎中学校へ進学することになります。こちらは倉掛小学校前バス停、広島バスセンター、広島駅方面のバスは1時間に2本以上運行、平日朝には急行便もあるようですね。普通便の所要時間は広島バスセンターまで約35分、広島駅まで約45分です。急行便はこれより4分だけ早いみたい。紅葉ニュータウン C19 の最寄り駅は、約 1.2 キロ離れた芸備線の中深川駅ですが、駅まで距離があることや、路線バスは団地内に乗り入れ、中心部まで直通することから、芸備線よりも路線バスを選択している方が多いのではないでしょうか。お好み焼きやお酒を販売している、石本、というお店があります。こちらは防災センター入り口バス停、こちらを左折してしばらく進むと、広島県総合防災センターがあります。カーブを抜けて支援学校前バス停を通り過ぎると、広島県立広島特別支援学校があります。肢体不自由部門、知的障害部門の、小学部、中学部、高等部を設置する学校。そういえば以前は、養護学校、老学校、盲学校、のように、障害の種類で学校名に違いがありましたが、区分を名目上撤廃して、一人一人の教育的ニーズに応えていくということを目的として、これらの学校名は2007年に特別支援学校に改称されました。先ほどの学校は2007年以前は広島県立広島養護学校でした。広島県教職員校舎や浄水場入り口バス停を通り過ぎると、T 字路があって、左折すると紅葉浄水場方面、右折すると紅葉東高校、諸木方面、路線バスは右折して諸木方面へ向かいます。倉掛という住所はここで終わり、これより西側は落合南という住所となります。紅葉東高校、三日中中バス停周辺の落合東8丁目などは、諸木団地という住宅地となります。岩の上、紅葉台、ハイライフ紅葉、諸木などの落合南地区の散策はまたの機会に、広島県立広島特別支援学校近くまで戻り、右折して倉掛2丁目に入ります。しばらく坂道を登り、こちらは学校の東側、通用門はこちらにあるようですね。畑ではどんなお野菜を育てているのかしら。新築戸建て物件が分譲中でした。買い手がすぐに見つかるといいですね。紅葉ニュータウンは1970年代より入居が始まり、1990年代に人口のピークを迎えましたが、現在は住民の高齢化もあって人口減少が進んでおり、2015年3月末時点の倉掛地区の人口は約3500人でしたが、2021年7月末時点では約3250人となっています。以前、日曜日に壁エリアの担ぎ台を散策した時は、様々な住宅から子供たちの声が聞こえてきましたが、倉掛地区は日曜日であってもあまりそのような声が聞こえず、他の団地と比較して高齢化が深刻なのかな、と感じましたね。倉掛2丁目をしばらく東へ進み、右折した先には広島県消防学校と、広島市総合防災センターがあります。広島県消防学校は、広島県内の消防職員や消防団員に対して教育訓練を行う施設。
消防職員として新規採用された後、消防学校で6ヶ月の新人研修を受けることになっており、消防学校卒業後に消防業務などに従事することになります。新人研修の時は全寮制になっていて、6時半起床、9時から17時まで休憩を挟みつつ授業を受け、その後清掃、入浴、自習をし、22時30分就寝というスケジュール。土日は自宅に帰ることができるそうです。これらの建物は消防訓練で使うものかな。この奥には広島市総合防災センターがあって、防災講座、地震体験、消火体験、応急手当訓練など、市民向けの防災研修を行う施設です。学校の授業や会社の研修などで、防災センターに行ったことのある市民は多いのではないでしょうか。消防学校の新人研修は6ヶ月ということで、4月入学と10月入学に分かれているそうですが、4月に入学すると真夏に防火服を着て訓練を行うことになるため、水分と体力が奪われやすくとてもきついそうです。体力面、精神面などで消防学校での生活はいろいろと大変とのこと、消火活動訓練といった実火訓練がきついことは想像しやすいですが、礼式、という敬礼、行進、整列をする訓練が意外ときついみたいで、敬礼時の腕の角度が細かいことや舞台で息を合わせて行動するため、非常に神経と体力を使うそう。実家訓練や座学の次に需要が多い訓練だそうです。このような厳しい訓練を経て人命救助の第一線で活躍する、消防の方々には心から尊敬と敬意を表します。こちらの学校は広島インターナショナルスクール、3から18歳の子供たちを対象に英語で教育を提供する、私立の国際バカロレア一貫校、日本のほか、アメリカ、韓国、イギリス、インドなど、様々な国出身の子供たちが通っているそうで、少人数のアットホームな環境とのことです。倉掛地区を北西へ進んでいます。住宅地の中の坂道を下っていき、お好み焼き屋、石本、近くの交差点まで戻りました。バス通りを横断すると倉掛1丁目、公文の教室があって、倉掛小学校の南側をしばらく歩いていきます。校門は南側にもあるようですね。倉掛小学校の南西にある交差点、お墓がたくさん立ち並んでいて、これより西側は落合南、という住所となります。こちらは倉掛小学校へ続く階段のようです。というわけで今回の散策はおしまい。広島県広島市安佐北区の工業ニュータウン C19、倉掛地区を散策しました。街の景色を見て感じたことや、工業ニュータウンの思い出、広島市内で散策してほしい場所などがあれば、お気軽にコメントしてくださいね。当チャンネルでは街散策動画を投稿していますので、チャンネル登録やコメントなどよろしくお願いします。他の動画もよろしければご覧ください。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。